こんにちは、ハイジーです。というわけでリクエストがもうむちゃくちゃ多いので緊急動画としてね、今ねカメラを回し始めている次第でございますが、ペヤングさんでございます。もうね、攻撃の手を緩めないの。もうあっち行ったりこっち行ったり、すごい量が多いもの出したり、なんじゃこの味はっていうもの出したりとかいう中で、今回はこういうのありなのというものを登場されておりまして、それがこちらでございます。テディーンと、なんとペヤングさんがポテトを出した。でこれだけ見るとね、なんかポテトチップスを出したのかなというイメージのパッケージングでもあるんですけども、実はこの皮付きのポテトをゴロゴロとしたものとしてペヤングの具に採用しているといったものでございます。で結構なゴロゴロ感らしいんですけれども、私もうこういうものはもう大好きです。もうじゃがいも大好きですので、今日はねこれをね2個買ってきました。で2個分のポテトを1個に集約させて、もっとポテトにして食べようって思ったの。どんなものなのかっていうのをね開いていこうと思うんですけれども、パッケージだけ見るとものすごい巨大ポテトっていうイメージもあるんですけれども、一体どれほどの巨大感のあるポテトなのかっていうのもすごくね楽しみだったりもしますよね。とこう開けていきますと、なんと火薬がこの感じ、あ待って、そんな、あ裏から見たら結構なポテトかもしれない。あとは、焼きそばソースとふりかけが入っているといった感じですね。じゃあまずはこの火薬の方をさ、パラパラパラっと、ちょっとスパイシーな何か振ってあるかのようなポテトゴロゴロでこう入ってきますね。でもう一袋の方もボーっと行かせていただいて、お湯を入れて3分待ったらどれくらいのポテトの迫力になっているのかっていうのを見てみたいと思っておりますよと。はい、待ちましょう。3分待ち中の報告のコーナーでございますが、今ね娘がねクリスマスプレゼントにサンタさんにどうしてももらいたいもの、今年はピクミン3デラックスなんですって。多分保育園とかでも流行ってるのかな。でちょっと前もね、僕も自分家の任天堂スイッチで体験版があるからさ、それをダウンロードして娘と一緒にやったんですよ。2人用もできるんですよね。で2人でやってめちゃくちゃ面白くて、これはもう本製品版もやりたいねっていう話にもなってるくらいだったんですけれども、そのクリスマスにサンタさんにもらう日までが楽しみすぎて、娘がもう自分でピクミン3をね作ってるというか、もうこういうこれ乗り物ね、みんながこの乗り物も自分で作って、ピクミンね、それぞれこの水ピクミンっていうの、青ピクミンこう作ったりとか、これ黄色のやつね、あこれなんか頭、あ違う、これレモンだ、これレモンで、黄色のやつがこれです、これとか、この岩かな、岩ピクミンであったりとか、ピンクで火かで、ピンクの目はこういうやつってことかね、とかいろいろ、これはあの人間のキャラクターですね。で これも人間のキャラクターのやつがもう全部紙コップだけでこの表現しているということをしているうちに、で毎晩これでねままごと的な感じで2人で遊んでたら、本編のスイッチでやるよりもこっちが楽しくなって、クリスマス違うのにしようかなって言い出した。さあでは湯切りの方をちょぽーんとしていきますよね。どうなってんだろう、ワクワクすんな。じゃがいも、あちょっと香ってくんね、うん、じゃがいものほっくりした香りっていうのかな、香ってきまして、さあでちょっとこうやって持って湯切りしてる感じも重たく感じてますよ。では開けていきましょう。せーの、ペロ、うん、うん、あこっちに固まってじゃがいもがどっさりある感じしますね。さあいかがでしょうか皆様、こちらが倍増しにしましたペヤングの皮付きポテトのポテト量でございます。今流れ星的な感じでじゃがいもが転がっていった。そうしましたら焼きそばソースの方もで混ぜのですね、でサラサラサラ、あ青のり、あ
青のり、シンプル青のりがどさっと入ってまいりました。美味しそう。で、結局あんなにゴロゴロにあったじゃがいも隠れちゃった。いただきます。ちなみにこちらね、1個が205円税別となっておりますが、さあ食べていきましょう。じゃあまずこうやって普通に取ったらどうなるのかって話ですけれども、はい、まずはもういつもの安定の美味しいペヤングがそこにあって、それを普通に包ったおじさんというのを今見てもらった。ではゴロゴロポテトも一緒に食べていくという感じにしてみましょうかね。天地返しっていうんですかね、こういうのも一応知って、あ、こうほら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 、うわー、茶色いソースの色味もまとったじゃがいもがぐわっと、あのすっごく美味しいこれね、相当僕ね、このね、じゃがいもポテトバージョンのペヤングね、好きだって思っちゃった。ポテトのね、ちゃんとゴロッとしたサイズのものが入ってて、噛んだらねりっとしたね食感も与えてくれるんですよ。しっかりとした食べ応えを伴った。で、それとまず焼きそばの麺が合うじゃないですか。腹ペコの場合は本当はそれだけでも幸せなんですけれども、そこにちゃんとキャベツのシャキシャキした感じも入ってきて、バランスのいい味わい、これね、ヒット。あと結構もうこのくらい減ってるんだっていう違和感、これまで出してきたペヤングさんのさ、ギガマックスとかペタマックスとかに慣れすぎて、あ、すぐ減るっていうことを思ってしまうという変な現象起きてます。そんでペタマックスといえば、あのね、元乃木坂46の伊藤かりんさんが YouTube をやられてまして、その方がペタマックスを動画で食べるときに、ハイジーさんが食べてる動画も見ました的なことを最近おっしゃってくれておりまして、本当にありがとうございます。こんな人が食べてる動画を見てくれるんだと。で、その動画のコメント欄に伊藤かりんさんのファンの方から、かりんちゃんが言ってましたよっていうコメントもいっぱい寄せてくれて、ファンの方も含めてみんな優しいんだっていうのがもう本当にほっこりしました。まさかそんなビッグネームの方が名前を出してくれるなんてですよね。じゃがいもこんな食べてんのに全く芽が出てないのに、うん、美味しいね。そっか、だからじゃがいもを倍増しにしてるから余計じゃがいも感感じられるっていうのもあるかもしれませんけれども、そもそもちょっと前にペヤング味のポテトスナックも出てて、ペヤングとポテトの相性に関してはもういいってことが立証されてるから、今度はペヤングがじゃがいもをゲストに迎えたとしてもそれは合うってことなんだね。で、このポテトの不思議な部分がやっぱ皮付きポテトっていうのを推してるところなんですよね。なんかさ、皮剥いてるのを入れた方が手間かかってる感じもするんだけども、でも皮があるこの嬉しさっていう不思議、なんかファーストテイクに近いようなさ、何回も歌い直していいとこいっぱい取って完璧な作品1個作るっていう方が本当は、ね、上限が高いはずなのに、一発で取るっていう手間のかかってない方にありがたみを感じちゃうみたいな、そういうノリ、はい、ごちそうさまでした。というわけで今回はペヤングさんのね、皮付きポテト味っていうの、皮付きポテトのやつを食べてみましたが、かなり僕の中ではヒット。今後ペヤング食べるときに、なんかポテトがないと寂しくなっちゃうのかなって思っちゃうくらい、ポテトとペヤングの相性むちゃくちゃ良かったです。なのでおすすめですが、ただ美味しいからといって絶対に買えよって強要するわけでもございません。皮付きポテトのやつだからといって買わなきゃダメだなんてことは言いませんっていうのはいいんだ、それはいいんだ、それはいいとして、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、福島美宇さんからのコメントで、キャラメルコーンはいまいち似てないですよね。だから何なのこれは、別に似てないならほっといてくれればいいのよ。キャラメルコーン見て、あ、別にハイジーと似てないやっていうことも思う必要もないよ。キャラメルコーンを見てキャラメルコーン美味しそうだなって思えばいいだけであって、そのハイジーに似てないよねって報告をする必要ございません。